第602飛行隊は、航空自衛隊航空総隊警戒航空団、飛行警戒管制軍令下の早期警戒管制機、部隊。2014年に、浜松基地で飛行警戒管制隊から改編され、早期警戒管制機として4機の E-767 を運用する。防衛庁が1990年に策定した中期防衛力整備計画に、 早期警戒完成機4機の取得が盛り込まれ、1993年度、1994年度に B767 から 200ER ベースの E-767 を2機ずつ発注、初号機と2号機が1998年3月25日に浜松基地へフェリーされた。E-767 は飛行開発実験弾早機。 警戒管制機実用試験隊での各種実用試験後、1999年3月24日に部隊使用承認が付与され、翌3月25日に警戒航空隊の組織改編が行われて、第601飛行隊に E-2C を運用する第1飛行班と E-767 を運用する第2飛行班が編成された。また、第1飛行班は、 三沢基地第2飛行班は浜松基地に配置され、第601飛行隊司令部も警戒航空隊司令部とともに浜松基地へ移動した。2005年3月31日に警戒航空隊が2度目の組織改編を行い、第601飛行隊が兵隊して第1飛行班が飛行警戒艦主体、第2飛行班が飛行警戒艦生体となった。また、 2010年代になり、南西諸島方面で中国軍の活動が活発化してくると、2014年4月20日に3度目の組織改編が行われ、飛行警戒監制隊が第602飛行隊に改編されたほか、飛行警戒監士軍が新編され、霊下には飛行警戒監士隊から改編した第601飛行隊が、三沢基地第603飛行隊が、 那覇基地にそれぞれ配置された。2020年3月26日、警戒航空隊の警戒航空団格上げを受けて、第602飛行隊の上級部隊として、飛行警戒管制軍が新編され、その霊下に収容された。部隊マークは、第601飛行隊時代は電光をつかむコウモリをデザインしたものだったが、飛行警戒管制隊時代より電光をつかむ。 フクロウをデザインしたものに変更されている。ありがとうございます。